はい、こんにちは、もやです。バトルガールハイスクール、俺の嫁、親密度ナンバーワン決定戦、最終日となります。ですね、親密度今49なんですけど、ここでいい子いい子をすればですね、50に到達します。でなんですが、僕と勝負する他のクリエイターさんがいるんですけども、そのクリエイターさんの中でめぐみさん、めぐみさん、皆さんを知ってらっしゃると思うんですけども、とんでもないやり込み度を、されまして、完全敗北しましたね。出だしで僕戦略ミスをしたんですけど、ミスをしてなくても多分勝てなかったですあれは異常ですね。親密度だけじゃなくて、カードのレベルとか武器のレベルとかもう全部めちゃめちゃやり込んでたんで、とんでもないですね。完全敗北しました。なのでですね、マイペースに最後はね、親密度50でストーリー6を解放して終えましょうと感じです。完全負けました。京都には行くことができませんでした。はい、エピソード、臆病克服の会3が解放されました。はい、はい、その前にね、負けたので、親密度にクリスタルは回さずに、ちょっと最後の最後で2回ガチャ引こうかなみたいなちょっとね、遊び心でやっていきます。はい、ガチャ2回引きます。ここで星4来たらお前って感じなんだけどね。はい、ガチャ2回行きましょう。最後まで引きが弱いかな。はい、白、はい、白ですね。はい、星2、はい、もう1回、最後は潔くねやめましょう。潔く敗北を認め、はい、白ダメですね。最後まで引きが弱い。おお、でも星3だった。ほうほうほう、はいはい、最後の最後まで星4を引くことができませんでした。はい、それではですね、俺の嫁、朝比奈ここみの、ストーリー6を見ていきましょうじゃないですか。最後でさあ行きます。あ、秘密が解放されましたね。人には言えない秘密、あ、なんでしょうね。ちょっと見てみましょう。人には言えない秘密、あ、これだ。巫女なのにおみくじで大凶しか引いたことがない、ついてない女、持ってない女と思われたくないため誰にも言えないでいる、完全におみくじ恐怖症になっている。そうなんだ。っていうか巫女さんなんだ。巫女さんってことをここで初めて知ったぞ。なるほど。巫女さんっていうのは今初めて知りました。はいはい、それではですね、ストーリー6見てきましょう。さあラストです、いきまーす。臆病克服の会3。はい、ここみの臆病、どうやって克服させたらいいのだろうか。お、うらら、どうした。おお、うらら、どうしたどうした。いや待ってないけど、待ってないよ、お前じゃないよ今は。あ、そうだ、うららってここみとは同い年だし仲もいいよね。あれ、まあ、確かにそうでもない感じ。仲はいいけど、なんでなんで、どうしたの。なんでここみの話なわけ。ジェラシー、わかりやすいジェラシーだね。嫉妬された。先生いいな、モテモテで。実はちょっと前からここみの臆病を克服しようと頑張っているんだ。でもなかなかいい成果が得られなくってね。何かいいアイデアはないかな。ああ、うららに相談する感じね。ここみの売りなんだから、はい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 、直す必要なんてないじゃん。めっちゃめっちゃ怖いじゃん、めっちゃ当たってくるじゃんめっちゃ当たってくる。臆病が売り？なるほど、そういう考え方もあるのか。なるほどね。ここはそういう子なの。
ほう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 。らしいよ。そうなんだ。っていうかなんか怒ってる？なるよね。別に怒ってないけど。いや怒ってるよ。もう吹き出しマークが怒ってるやん。そんなにココミの臆病を直したいんなら、へいへいへい、図書室で調べればいいじゃん。図書室であるようなもんじゃないでしょ。だから。さようなら。ああ激怒だ。ああああ。やっぱり怒ってるじゃん。うん、そうなるよね。図書室か。確かに何か参考となる本があるかもしれない。あるの？すごい図書室が。ココミー、なんかミキティーみたいになっちゃった。ミキティーみたいな感じになっちゃったね。先生、はいはい、どうしたんですか？そんなに慌てて。いい本があったんだ。もしかして見つけた。見つけたんだ。見つけたらしいよ。はいはい、何を見つけた？今まで図書室でずっと調べてたんだ。それでやっと見つけたんだ。臆病に関する本。おお。そんなこと、私のためにわざわざ、申し訳ないです。いいね、いい子だね。ここみ、謙虚でいい子だ。わざわざなんかじゃないさ。僕も臆病克服の会の会員なんだから。会員って。とにかくココミに伝えたい言葉があるんだ。言葉、伝えたい言葉がある。ほうほう。臆病を治すことが勇気なのではない。臆病であることを認め、自分の弱さを受け入れることが本当の勇気なのだ。ほう。つまり臆病でもいいんだよ。ココミは臆病のままでいいんだ。だってその臆病さはココミの個性でもあるんだから。続かねえな。あるんだからみたいな感じで続く感じだと。はいはいはい、そうですね。臆病を受け入れて個性としてね、自分の長所としてっていう感じなんすかね。なるほど。でも臆病って長所になるから。そうだよ。だから無理に直そうとするのではなく、臆病であることを受け入れ、自分は臆病なんだって認めてしまうこと。その認める勇気こそが真の勇気なんだ。うん、私は臆病。はいはいはい。臆病なのは私。まあ僕自身もね、小心者なので、まあ小心者を長所にするわけではないですけど、まあ、まあね、治らない部分は治らないですからね。それを認めるのは大事ですね。はい、僕もそう思います。あれ、はいはい、なんだか心が少し軽くなった気がします。ココミストーリーの8割方泣いてるんじゃないか。はいはい。誰かに驚かされれば誰だってびっくりしちゃうよ。そうだよ。ホラー映画だって驚かせるために作ってんだから驚いて当然なんだよ。あ、そりゃそうだね。ホラー映画見て驚かなかったら制作者側、え、マジ？みたいな感じになっちゃうもんね。なるほどね。ココミは臆病だけど、でもそれは特別なことではないんだ。僕だってココミと同じようにびっくりするんだからさ。そうなんだ。うんうんうん。私だけじゃないんだ。はいはい、まあ、そうだね。先生、お、いつもありがとうございます。私、先生と出会えて本当に良かったです。うむうむ。私、これからは自信を持って驚ける気がします。自信を持って驚ける。あ、まあまあまあ、そうだよね。臆病なこと、まあすごい、結構いいまとまり方したな。ほうほう。はいはい。あれ、まさか成長できたら、え、そんな感じ。また私と、あ、そっちか。なんか私を彼女にしていただけませんかみたいな展開かと思ったんだけど。近かったか。はいはいはい。また私とホラー映画、まあホラー映画の後からって話かな。なるほどね。ああ、もちろんいいよ。ココミの中でホラー映画が見れると思える日が来たら僕に知らせてくれ。はい、必ずお知らせしますね。うんうんうん、ホラー映画じゃなくてもいいんだよみたいな感じにはならないのかな。なんないのかな。はい、先生とデートするためにも。あ、これ心の声ですね。はい、また先生とデートするためにも、やっぱそこがね、そこなんでしょうね。やっぱね、先生モテモテだな。私、頑張ります。うん。
なるほど。結果的に結構いい内容でしたね普通にいい内容でしたね。なるほど、臆病を克服するのではなく臆病を受け入れるってことですね。なるほど、これはなんかあの世の中に通じるっていうか今後生きるためにもなんか勉強になる内容だったと思われます。はい、自分の、短所あの苦手な部分とかを受け入れることによって他の長所を伸ばすとか、そういったような考えを、先生はここみに教えたかったのでしょうね。結局天文部には行かなかったか行ったか分からない、覚えてないね、行ってないね。はいはい、以上が私の、俺の嫁親密度ナンバーワン決定戦の、結果となります。親密度は50です。はい、めぐみさんには到底及びませんはい、ですね、今まで応援していただいた皆様、誠にありがとうございます。今後とも、私もやを、よろしくお願いいたします。はい、それでは、私のバトルガールハイスクールの動画は以上となります。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。